久保さん。パソコンはやっぱいいですよね。だけど、あの、カメラですね。久保さん、あの、新しいカメラ買って、結局古いのに戻すみたいなね。<laughs> で結局今のメインはその古いカメラみたいなね。<laughs> 何なんでしょうね。そう。まあよくね、その、カメラの話だったり、ま、こういうね、マイクの話とか、まあ、久保さんもたまに来る。久保さんは来ないかなまあ僕結構来るんですよ。まあこれもこれで撮ってるんで、吉田さん、どんなマイクがいいですかとか、 カメラどれがいいですかっていう。で、それを聞いてくる人の多分ね、8割、9割やんないんですよね。うん、もちろん1割はやりますよ。2割、1割はやるんだけども、まあほとんどやらないっていうデータは出てます。うん。まあ何かっていうと、まあ一言で言うと、 これがないとできないと思ってるんですよ。まあ、特に最近の YouTube を見ていると、まあ、映像の質も高いし、マイクも綺麗なマイク撮ってるし、で、YouTuber さんもね、このマイク使ってます、こんなマイク使ってます、カメラこんなの使ってます。あ、それを使わないといけないんだな、みたいになってる部分があるので、なんかね、前大阪行った時に飲み屋飲んでたんですよ。で、隣 YouTuber の人で、まあ、知らないんですけど、YouTube、やってるみたいな。で、機材めっちゃ持ってて、 で、そのなんかね、YouTube 始めようと思うんだけど、いや、y o u t u b e ね、こう、機材40万くらいかかったから金かかるよ、みたいな。で、その人は、あの、パナソニックの、えー、GH5 っていうね、すごくもう、有名な機種を使ってました。で、今 GH5M2 みたいなの出たのかな。これもう、すごく YouTuber の中で GH5, パナソニックの GH5 っていうのは、もうずっと動画撮れるので、あの、かなり有名なものなんですよ。で、それ高いんですよ。 そう、レンズとか全部含めたり、マイクとか揃えると。ま、あそんな話してて。いや、別に iPhone でもいいんだけどな、みたいなね。<laughs> iPhone でも撮れるな、っていう。ただね、これ、久保さんも言ってた通り、その、高性能なのを買ったとしても、使えるかどうかなんですよ、結局は。 だから、例えばね、今もそうだと思うんですけど、iPhone 持ってる人、じゃあ iPhone の全部の機能使えてるかっていうと、多分ね、全部は使えてないと思うんですよ。隠れ機能とか。だからその芸人さんの方で、その iPhone すごく詳しい人でこんな機能あるんですよって言った時に、え、そんな機能があるんですなみたいな、こうみんなリアクション取ってね。まあその芸人さんがそう、iPhone マスターみたいな感じでね、こ,こんな機能あるんですよ、みたいな。だから結局ね、高性能は悪くはないんだけど、使える力量があるかどうかなんですよ。 だから別にこのマイクが綺麗なマイク取れても、じゃ喋れなかったらそもそもどうすんのって話じゃないですか。喋れないのにマイクあってどうすんのみたいな。<laughs> そうだから僕が行き着いたのは、なんだろうな、もちろんその、ヒカキンさんがね、こんなこと言ってたんですけど、ヒカキンさんがなぜ買い物をするのかみたいなね。で、ヒカキンさんが、その、もしかしたらそのグローブがね、いいグローブがあったら、もしかしたら取れたかもしれないと。 いいバットがあったらもしかしたら打てたかもしれない。で、そのもしかしたらもったいないからじゃあ買った方がいいよねみたいな話をしてたことがあって、あ、確かになと思う部分もあったんだけども、まあ、ヒカキンさんはやるというベースの上なんで、やるというね。やるというベースの上で言ってるので、やってるというベースの上で言ってるんであれなんですけど、これね、まあ、バッターボックスに立たないんだったら、いいバット持ってもしょうがない、しょうがないじゃないですか。ね。そうじゃないですか。やらないのに、ま、いいマイクもあってもしょうがないし、 うん、だからまずは僕が行き着いた答えとしては、自分自身がやるってことですね。うん、だから僕も視者合宿でも言ってますけど、手持ちのカードですよね。だから自分自身がやる。じゃあ今持ってるものは何なんだろう。じゃあ今持ってるものでできないだろうかと。で、今持ってるものはできるはずなんです。だってスマホ持ってるでしょ。でもこの前アンケート取った時ね、スマホ持ってない人がいて、いや、スマホは持った方がいいですよって言いましたよね。うん、スマホ未だに持ってないっていう人が久保さんいましたからね。 マジかみたいな。いや、ガラケースすかみたいなね。<laughs> いや、スマホは持った方がいいと思うんですけどね。うーん、それはまあ、インターネットでこれから稼ぎたいんだったらしょ。うーん、もう時代ね、なんかポケ、僕からするとポケベル持ってるようなもんで。うーん、いや、ポケベル使えないでしょ、今みたいな。<laughs> まあ、ガラケーも使えますよ。まあ、電話として使えるんだけども。うーん。 どれだけこのスマホから情報が取れるのかって話で。で、その情報をもとにお金を作れるし。まあ、あと使い方によってはカメラとか写真とか。だから、インターネットと SNS とカメラが全部つながってるので、だからその、まあ僕なんかインスタグラムやってるんですけど、まあストーリー投稿だったりとか写真も、スマホで写真を撮って、そのスあ、スマホのアプリから投稿して、みたいなことが全部一連ができちゃうんですよね。でもこれガラケーだったらできないですね、多分ね。 うんまあいろいろ申し上げましたけど手取り14万の人が成功するためにはあのー、自分がまず動くってことですね自分,を動く自分を動くという土台を作るでその土台の上に、あのーまあ、ちょっと武器を増やしていけばいいんじゃないかなとだから冒険をすると冒険もしないのに武器揃えても何の意味もないよとねドラクエでもね冒険しないのにね武器だけありますみたいな え冒険しないで敵も倒さない街、どっかにも行かないじゃあなんかその、ボスにも合わないし、強い敵にも合わないし、武器意味ないでしょみたいなね。だから、冒険をするというね、前提条件ですよね。だから、自分が人生の旅を始める、新しい冒険をするということをまず決めることですね。決めてやると。 で、その中で武器をね、アップデートしていけばいいんですよ。最初は棍棒でいいんです。最初は棍棒でね。石とか。はい。それで、それで大丈夫です。いってらっしゃい。